じゃあ始めますか。私の方から1点だけね、原子力規制庁関連の法案が、まあ、今昨日で審議入りしましたけどね、そのことについて一言だけ申し上げておきたいと思っています。で、私はこの問題はね、やはり福島原発事故を受けてどういう教訓が今大切かということをはじめとして国民的な議論が必要だと考えています。で、そこで何よりも東電福島原子力発電所事故調査委員会法というの法律がありまして、それは今連日のように事故調としてですね、菅さんをもはじめとして呼んでいます。で、その設置目的はこう書いてるんですね。原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所管する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のために講ずべき施策または措置について提言を行うと。ですから事故調というのはこの行政組織の在り方の見直しを含めているわけですね。で、そういうものの提言を受けてやるというのが本来の在り方だということであります。ですから2月2日には事故調の黒川委員長が、自分たちが提言を行う任務としているのにもかかわらず政府が組織の在り方を定めた法案を1月31日に決定したのはけしからんという立場での発言を行っているんですね。ですからね、私はそういう点から言ってもね、国会が自ら設置した事故調というものの提言を受けてからしっかりすべきであるということが大事だと思うんです。で、その上でね、この問題に関連して実は、自民党の提案者である塩崎さんは2月の15日の予算委員会でそのことを指摘していましてね、事故調というのは政府の決定の見直し、そういう提案をしてくると言ってるわけだからおかしいじゃないかってことを言っておられ、その上で彼は、法案審議が衆議院で始まるのは予算の基本的質疑が参議院で終わった後ということ、例年で言えばあと大体3週間あるかないかですよと、その3週間あるかないかでこんなに大きな法律を衆参通してスタートだなんておかしいと言ってるんですね。これ考えますとね、今6月21日の会期末まで3週間なんですね。ですからこの発言一体どうなるんだと、私はそれほどね、これほど大きな法案をですね、びっくりしたとこんなこと言ってるわけで、やるのはおかしいって言ってるわけですから、まともな質疑をね、3、4回で終わらそうなどということは絶対許されないと。日本の原子力行政の在り方、組織の在り方を含めた国民的な検討が必要だと。で、よもや環境委員会というところで私どもは反対しましたけども、数回で終わらせるなどということがこの言動に照らしてもあるはずがないよなと私どもは考えています。で、中身の問題はもっと重要でして、やはり昨日私ども吉井議員の方から提起ありましたように、事故調としての事故調査、それらをはじめとした規制機関というのは、まあ、いかに独立性が担保されるかという問題と、そして廃炉やそれから使用済み核燃料の処理に至るまで全体を見通す規制機関が必要だということであるし、事故の教訓をしっかり踏まえてやらなければならないし、エネルギー体制の根本的見直しが必要だと。したがって私どもは再稼働のため その再稼働ありきという形でのこの規制庁の設置とそれの審議であってはならないということを改めて言っていきたいと思っています。で、ここはありますか。
それでは、はい、三者会談について受け止め、はい、で三者会談って言いますと野田さんと越石さんと小沢さん、はい、先ほど終わったみたいですけど、ええ、まずね、一つは密室で協議してますから詳しいことは不明だと、したがって、あまりコメントする立場にないというのが率直なところですね。ただし、小沢さんがその会談を終えて出てこられたときに述べられていることだけをお聞きしました。国民が述べている国民の感じ、そういう意味での大きな負担の前にやることがあるのではないかという感情をお持ちだということを踏まえて、自らは大増税に賛成か反対かということからすれば賛成とは言い難いということを述べておられました。したがってこの点では私はやはり国民との矛盾のね、表れだと思うんですね。やはり、誰が考えても消費税増税っていうのは理解できないということの表れだと思っています。で、私どもはただしかし、この問題ですね、消費税増税っていう問題は何度も皆さんにお話ししているように国会での論戦と運動を盛り上げることによってこれ自身を葬り去ると、廃案にするという立場は変わっていないというふうに申し上げるしかないと思います。それまでの理由と、その消費増税がないやることがあると今国民の感情を述べた小沢さんのそこの部分については、それはそれなりに共感できるということ、いや、国民がそう思っているということを彼は述べたわけでしてね、それは私どもがやる前に、やることがあるんじゃないかという言い方は、それはその通り国民がそう思っているということを言っているだけですから、それはその通りだと思うんですけどね。私どもは本当に上げなくちゃならんのかと、別の道があるんじゃないかということを今提起してますからね。で、その意味ではそういう国民に対の感情についての捉え方もあるでしょうが、私どもの捉え方はまず、反対の世論が あるメディアの世論調査でありましたけど、依然としてって書いてましたが 60% あるということに見られるように国民の世論は反対であるということだと思うんですね。ですからそのことを彼は彼らにそういうことで捉えたのでしょう。彼なんちょっとあれです、小沢氏はそういうふうに取られたのでしょう。前は公約違反とかなんとかいろいろ言ってましたけどね。そうですね、民主党の中で意見が割れてる形になってると思うんですけれども、他党のことですけれども、こういう会談というのはもう一度あるいは複数回必要だという、あまりね、私どもそれこそ他党の考え方のなんていうんですか、すり合わせっていうんですか、そういうのいうのについてあれこれ論ずる立場にありませんからね。たださっきから何回も言ってるように、この間私も言ってるようにはっきり言えばね、自分たちがそういうことで、選挙の際には上げないと、消費税については上げないということを何度も何度も言ってきたわけですからね。それに対して国民が公約違反であると、でしかもいろんなことあったとしてもね、今の消費税の増税は反対であるという国民の世論があるわけでね、それの民主党内における党営反映っていうのはあるんでしょう。で、そういうところから矛盾は生まれてるんだと思うんですね。ですから私どもとしてはそういうものをよく 見ながら動いていく必要はあると思いますよね。もう一つ別のお話になるんですけれども、はい、中国人の外交官のスパイの話でですね、
農水の副大臣や大臣の問題が波及する可能性がちょっと出てきているんですけれども、共産党としてはこの問題についてはどういうふうに考えていらっしゃいますか。はい、これはね、先ほど農水大臣、副大臣が記者会見しておられたことも見ました。また現場大臣も一連の問題について、記者会見をしておられましたし、それ私ども見ただけですから、はっきり言って事実関係が私ども特別に掌握しているわけではありませんから。でしかも農水省も外務省も事実調査をこれから行うと、政府機関自身がですね、調査をすると言ってるわけですから、その内容を見極めたいと考えます。成り行きを見守ってということだと思うんですけど、成り行きっていうのは要するに事実、まず成り行きっていうのは、どういう意味か僕は分からんけど、外国人登録その他はじめとしたものだとか、預金だとかなんとかっていろいろ言われてるわけですけどね、それがどこまで事実でどうなってるかっていうのを我々特別に確かめる手だって今ないわけですから、当然そういう問題については外務省や、それから今述べられた農水省自身がね、大臣副大臣もその事実については調査をすると言ってるわけですから、その調査を踏まえてというのが私どもの成り行きというよりもやっぱり事実関係を調査してるすると言ってるわけですから、それを踏まえてどう考えますか。場合によってはその国会で、委員会の場でですね、読んで追及するですとか、そういったことも視野に入れている感じでしょうか、共産党としては。だからその事実が事実を分からないときに飛び跳ねて先のことを言うわけにもいかんでしょう。例えば、そういう疑惑があるとかということについてね、例えば小沢さんの場合なんかで言いますとね、それは私ども独自に調査をして1億円の授受があったということを皆さんよりも早く我々掴んでやったという経過があるから、そういうことについてやったわけでしょ。そういう事実について私ども知り得る状況にはありませんし、そういう調査を踏まえてと、警察も警察庁もそう言ってるわけですから、それを踏まえて考えてあります。ひとまずは事実確認は、ひとまずやっぱりそれはそうでしょう。はい、はい、じゃあ、いきますか。